ハワード・ウォード・カニンガムは世界初のウィキを開発したアメリカ合衆国のコンピュータプログラマーであるデザインパターン及びエクストリームプログラミングのパイオニアでもある彼は1994年ウィキウィキウェブを開発し始め1995年3月25日に自分のソフトウェアコンサルタントのウェブサイトであるカニングハムカニングハムに ポートランドパターンリポジトリのアドオンとしてインストールした。彼はアジャイルマニフェストの17人の元署名者の一人でもある。メディアを再生するインタビュー彼はオレゴン州ビーバートンに住んでおりニューレリックのプログラマーとして働いている。それ以前はシチズングローバルの CEO クリエーションザールを務めていた。ナイキのコード 4A ベターワールドフェローも務めている。彼は The Wiki Way というタイトルのウィキに関する書籍を表したり、フレームワーク4インテグレーテッドテストというテストフレームワークを開発した。ウィキの研究と実践に関するカンファレンスを生かしむの初めの3回でキーノートスピーチを行い、Wikimedia Developer Summit 2017でもキーノートスピーチを行った。カニンガムはコンピュータ上で共同作業により、 文章の編集を行うツール及び概念であるウィキウィキの発明者である。1995年に最初のウィキサイトであるポートランドパターンリポジトリをインターネット上に創設した。ウィキウィキはハワイ語で早い、早いを意味し、ウォード・カニンガムがホノルル国際空港内を走るウィキウィキシャトルバスから取った。また、アジャイルソフトウェア開発方法論。 エクストリームプログラミングの主唱者の一人でもある。2003年12月からは、マイクロソフト社のパターンプラクティスグループにおいてアーキテクトを務めた。2005年10月に退社し、エクリプス財団のコミッターコミュニティ開発ディレクターに就任。著者に、Wikiway、コラボレーションツール Wiki がある。ありがとうございます。